今日、自動車工業会は東京モーターショーから名前を変更するジャパンモビリティショーについてみんなで一緒に未来を考える場というコンセプトを発表しました今回は自動車産業以外の企業やスタートアップ企業なども出展災害時に活躍するモビリティやスポーツデリバリーなど 生活を支援するモビリティが変える未来を巨大なスクリーンで体感できるということですジャパンモビリティショーの開催期間は10月26日からの11日間で100万人の来場客を目指しています